松山大学、今お昼のお休み時間なんですけれども、ご覧ください、即興のライブが始まっています。何のためかと言いますと、演奏を聴こうと広場に集まってくる大学生たち。その大学生に松山東警察署の警察官やボランティアの学生が配っていたのは、被害者の盗難増えてますので、よかったら使ってください。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。気をつけようってより思います。自転車のワイヤーロック、6月9日はロックの日ということで、自転車を利用する機会の多い大学生たちに日頃からの施錠を呼びかけました。今年県内では自転車の盗難が398件発生していて、去年の同じ時期と比べると88件増加しています。398件のおよそ半数が商業施設や学校が集まる松山東警察署管内で発生していて、7割が無施錠だったということです。施錠調査っていうのを学内でしたことがあるんですが、結構その自転車の施錠をしてない人が多いので、やっぱこういう活動をすることで施錠、盗難が減ればいいなと思います。1割ぐらいですかね。毎日通学で乗ってます。普通の鍵のロックしかしてないので、これから二重ロックをしようかなって思いました。他人の自転車を盗む行為は窃盗罪などにあたり、県内では去年1年間で自転車を盗んだとして44人が検挙されています。自転車の盗難被害に遭わないために、県警は自転車から離れるときは短時間でも施錠すること、駐輪する場合は路上や人目につかない場所ではなく決められた場所に駐輪することなどを呼びかけています。そしてもう一つ、できれば2ロック、通常の自転車の施錠設備に加えましてワイヤーロック等をしていただくことで、より安全に利用いただけるのではないかと考えております。